皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。皆さんお元気ですか？最初にお知らせです。今まで新しい生徒さんの募集をストップしていたんですが、会話レッスンをオープンすることにしました。予約は私のホームページからできます。25分のコースと45分のコースがあります。もしスケジュールが合えばぜひレッスンを受けてみてください。それから何かテーマを決めてディスカッションするようなグループレッスンも始めようかなって思ってるんですが、どうですか？興味がありますか？テーマは私のポッドキャストの内容がいいかなって考えています。例えば前回のエピソードはプリクラとルッキズムっていうテーマで話しましたが、これについてディスカッションするとか。でも人数が集まらないとグループレッスンが開けないので、もしぜひ参加したいですっていうリクエストがあればメッセージをください。はい、またグループレッスンをオープンするときはポッドキャストでお知らせします。さて今日のテーマは魚離れ。何々離れという言葉を知っていますか？離れるからできた言葉で、人気がなくなっていることを表します。例えば若者のテレビ離れが進んでいます。テレビ離れ、昔はテレビをよく見ていたけど、今は YouTube もあるし、ネットフリックスもあるし、他にもいろいろありますからね。テレビ離れが進んでいます。他にもよく言われるのは読書離れとか車離れとかね。まあ時代によっていろんな何々離れがあります。今日は魚離れについて話します。日本食、和食って聞いたら皆さんはどんなイメージがありますか？どんな料理を想像しますか？ご飯、お味噌汁、魚、野菜。そうですね、海に囲まれた日本ですから、日本人は魚をたくさん食べます。寿司もそうですけど、焼き魚とか煮魚とかいろんな魚料理があります。でも実は最近日本では魚離れが進んでいるんです。魚離れについてのある調査があります。1日に魚と肉をどれぐらい食べたか、その量を調べた調査です。そうしたら肉の方が多かったんです。この傾向は16年前からずっと続いています。どんどん魚を食べる人は減っているんです。特に子供、魚が苦手な子供は多いんですよ。その理由は骨があるからです。骨があると食べづらいんですよね。骨を取りながら食べるのって結構めんどくさいですね。それから匂い、魚って独特の匂いありますよね。我が家では週に1回は必ず魚を食べるようにしています。私は魚が大好きだし、それに健康にいいからもっと食べたいと思っています。週に1回だけじゃなくてもっと食べたいと思ってるんだけど、でも高いんですよね魚。同じ値段を払ったら肉の方がたくさん食べられます。家族5人、十分なタンパク質、タンパク質はプロテインのことです。十分なタンパク質を取ろうと思ったら肉の方がお得なんですよ。あと魚って骨が取りやすい魚と取りにくい魚があるんですね。骨が取りにくい魚を
そのまま子供に出すのはちょっと危ないです。骨が刺さったら危ないし痛いですね。かといって前もって私が骨を取ってあげるのもかなりめんどくさいです。それからさっきも言ったけど、まあ匂いですね、まあ、正直臭い、そういう理由もあって週に1回だけです。それ以外は肉を食べています。日本の海で獲れる魚の量は年々減っています。その原因は地球がどんどん暖かくなって海の温度も暖かくなったことから魚が減ってしまったらしいんですね。他にも海にプラスチックのゴミが流れていることとか、まあいろんな理由があるらしいんですが、とにかく日本の海にいる魚が減っているという事実があります。2048年には海から魚がいなくなるとも言われています。それから漁師も減っています。漁師は魚を釣る仕事の人ですね。漁師の 40% ぐらいの人は65歳以上の人です。かなり高齢化が進んでいます。若い人は漁師になりたがりません。本当に大変だし危険の多い仕事だからです。魚離れが進んでいると言っても日本は世界の平均と比べると2倍の量を食べています。魚を食べること、魚料理は文化の一つです。この文化を大切にするためにもやっぱり海の環境、地球の環境を守ることって大事なんだなって思います。そして魚の良さを子供にも伝えていくこと、これも大事なことだと思います。魚はすっごく体にいいし美味しいんだよってことをね。そういうことが、まあ、文化や環境を守ることにもつながるのかななんて、そんなことを思いました。はい、今日はここまでです。ペイトレオンのメンバーを募集しています。コミュニティでは毎月スピーチチャレンジ、ライティングチャレンジをやっています。忙しい人は1ヶ月だけ参加するのも大丈夫です。ニュースの YouTube を使ったワークシートもシェアしています。ニュースを通して言葉や表現を勉強したい人、ぜひ参加してください。このポッドキャストのスクリプトは私のホームページにあります。Instagram、YouTube、Facebook、TikTok をやってますので、こちらもぜひフォローをお願いします。ではでは、今日もコツコツ頑張りましょう。バイバイ。